ネフェルメモリーとは、日本の競争場、繁殖品場。主な勝倉に2009年の東京プリンセス賞、大賀賞、2008年の東京二歳優秀品場など。2008年5月21日、同英開催の札幌競馬場でのフレッシュチャレンジで、デビューし、一着。2戦目旭川競馬場のアグネスフライト賞も勝手に、連勝とし、3戦目の英冠賞では先に抜け出した。 ところを迫ってきたアンペアを半端審査しりぞけて、世代最初の重症化中馬となった。函館競馬場でのラベンダー賞は発着に終わったが、9月のフローラルカップでは、先行作から押し切って、重症2勝目を挙げた。優先出走権を得ていたエーデルワイス賞には、出走せず、そのまま、船橋競馬場、川島正幸厩舎に、天馬や、 遺跡初戦の東京二歳優秀品馬では先手を奪ってそのまま逃げ切り、重賞3勝目を挙げた。3歳児は南関東の品馬3冠路線を進み、1冠目の大賀賞では逃げて、モエルエターナルを6馬身突き放し1冠目をダッシュ。2冠目の東京プリンセス賞でも逃げの策から再度、モエルエターナルを下し2冠を達成した。二冠ダッシュ後は東京ダービーに駒を進めて、 羽田坂月馬ナイキハイグレードらと対戦するが、レースではサイレントスタメンの4着に終わる。この後はしばらく出走せず、2010年3月に重傷に昇格した東京スプリング坂月で先列に復帰も富士のウェーブの9着に終わり、これが最後の競馬となった。2011年8月3日付で競争馬登録を抹消。以下の内容は、ジャビスサーチ。 netkeiba.com 地方競馬全国協会に基づく。引退後は藤原ファームで繁殖品馬となった。6番コチサットが2021年の景品盃に勝利した。繁殖成績、ありがとうございます。